リヒャルト君は、オーストリア、ドイツの生科学者で、1938年のノーベル、科学賞受賞者である。ウィーンで生まれ育ち、公立の中学校と高校に通っていた。彼は科学に早く関心を示したが、全般的に興味を持っており、科学の勉強をすることを決めたのは遅かった。1918年に、ウィーン大学で科学の講義に参加し、 ミュンヘンで科学の勉強を終え、1922年に酵素の研究により博士号を得た。卒業後の君の科学的な経歴として、まずミュンヘンで、その後中立非行科大学、1929年からはハイデルベルク大学に属し、1937年には科学科の学科長になった。1928年にデイジー・ハルトマンと結婚し、 二人の息子と四人の娘を持った。クーンの研究分野はカロテノイドや立体化学、ビタミン、酵素であった。彼は初めてビタミン B を分離した。彼はカロテノイドと酵素の研究により、1938年にノーベル賞を受賞したが、第二次世界大戦が終わるまで賞を受け取ることができなかった。長年、マックス・プランク医学研究所に関係しており、 ハイデルベルク大学やペンシルベニア大学にも関係していた。彼は1948年からユスティス・リービックス・アナラン・デア・セーミの編集者を務めた。1967年にハイデルベルクで死去した。ありがとうございます。